アーレンスペクター、アーレンスペクター、アーレンスペクター、1930年2月12日から2012年10月14日は、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、連邦上院議員、ペンシルベニア州選出、1981年から2011年。所属政党は、共和党、民主党。上院では、退役軍人委員長、 1997年から2001年、2003年から2005年、司法委員長、2005年から2007年を歴任。ユダヤ系。2012年10月14日、ガンのためフィラデルフィアの自宅で死去。カンザス州ウィチタに生まれ、同州のラッセルで育つ。ペンシルベニア大学に入学するが、入学後の1951年から1953年には、 空軍に所属する。空軍士官として、朝鮮戦争に従軍するためである。福員後、大学を卒業する。彼は優秀な学生で作られる組織、ファイ・ベータ・カッパのメンバーであった。ついでイエール大学ロースクールに進学し、ロースクールでは、雑誌、イエールロージャーナルの編集委員となる。JD を取得した後、1956年には、 ペンシルベニア州の司法試験に合格した。スペクターは若くしてペンシルベニア州の放送会における大一人者となる。フィラデルフィア地区の地方検事法を務める傍ら、1963年にはケネディ大統領暗殺に関するウォーレン委員会の赤コンサルタントとして活躍した。ウォーレン委員会では単独犯を結論付けた報告書を執筆した。 1965年には35歳でフィラデルフィア地区の地方検事に選出された。1973年、スペクターはフィラデルフィア市長選挙に共和党から立候補するも民主党の立ッ市長に敗れる。1976年には共和党上院議員選挙予備選に出馬するが、今度はジョンハインツ下院議員に及ばなかった。リチャード・シュワイカー上院議員。 共和党が1980年の上院議員選への不出馬を表明すると、スペクターは再度上院議員選への挑戦を表明し、彼は共和党の指名を獲得することに成功し、本選でも勝利を収めて上院議員に就任した。その後、1986年、1992年、1998年、2004年に再選された。 五期三十年を務め上げ、ペンシルベニア州選出の上院議員としては、最長在任記録である。スペクターは、党内の恩恵派を代表する上院議員の一人である。そのため、急進派の一部は彼にリノ、リパブリカン・イン・ネーム・オンリー、名ばかりの共和党員の意図のレッテルを貼る。その一例として、彼は合法的な妊娠中絶を容認する、いわゆるプロチョイス派である。さらに、 1999年には、クリントン大統領の弾劾反対を表明し、弾劾を急ぐ党の執行部を非難した。1996年には大統領を目指し、共和党予備選に出馬したが、早い段階で脱落した。スペクターは、自身も朝鮮戦争に従軍した退役軍人であることから、退役軍人の問題、年金などに非常に熱心である。また、 1995年から1997年まで、情報委員会の委員長を務めている。委員長として、CIA 改革などに取り組んだ。さらに弁護士としての経験を活かし、司法委員会でも主要なメンバーとなった。1987年、レーガン大統領が、ロバート・ボークを連邦最高裁判事に指名いた際には、これに反対し、委員会での質問でボークを追い詰めるなどボークの、 指名承認拒否に大きな役割を果たした。保守派のボークの指名承認を阻止したことで、スペクターは多くの急進派の活動家の怒りを買った。一方で、同じ保守派のクラレンス・トーマスが、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領により1991年に指名された際には、指名承認に決定的な役割を果たした。トーマスはの告発により、 セクハラを疑われ指名承認拒否の危機に瀕していたが、スペクターが司法委員会でヒルの証言の信憑性のなさを暴いたのであった。2004年の再選に際し、スペクターは共和党予備選で厳しい挑戦を受けた。かねてより恩恵派とみなされていた、彼は急進的な保守派活動家たちのターゲットにされていた。こうした活動家たちの指示を受けて、 元会議員が立候補し、スペクターは一時は、当選が危ぶまれるほどの危機に瀕した。同じペンシルベニア州選出で、党内右派のリック・サントラム上院議員を呼び、ジョージ・ダ・ブルー・ブッシュ大統領の支持を得て、スペクターは52%対48%の僅差で予備選を勝ち抜いた。彼は、民主党のジョー・ホエフ・フェル会議員らを下し、合戦を勝ち得た。 2009年4月、受け化した共和党への批判を交えながら、共和党の哲学との対立を感じ、民主党の哲学に共鳴するようになった。と表明し、民主党へ倶替えした。ただ、この民主党への倶替えの裏には、2010年に予定されている次期上院選における厳しい選挙情勢も見え隠れしているという指摘がある。前述にあるように、 上院における投票行動で、リベラル色の色濃い投票行動を繰り返してきた経緯から、地元の共和党員が激しく反発、次期上院選の公認候補を選出する党員選挙では、前回僅差で下田パッドトゥーミー元会員議員に20ポイントの大差をつけられていた。党席移動を果たしたものの、2010年5月18日に実施された民主党の党員選挙で、 同党の下院議員の多選、高齢批判の前に結局は敗北。独選への道は事実上絶たれた。同年の中間選挙をめぐっては、多選、高齢の現職に対する批判が激しく、同じく政界の大御所で再選は確実と見られていたジョン・マケイン上院議員が、党員選で同じように苦境に立たされており、ユタ州選出の上院議員は、党員選で惨敗。 4戦目の道を立たれ、インディアナ州のダンバートン会議員は勝利はしたものの、同党の新人に2%にまで接近を許している。2004年12月、ビルフリスト上院員内総務やマイク・クラポ、上院議員、共和党、アイダ選出の指示を得て、一部の急新派の反対にもかかわらず、司法委員長に選出された。2005年1月9日に正式に、 上院司法委員長に就任するが2月16日には保持リンパ種、癌の一種にかかっていることが判明する。一方で7月にはサンドラデーオコナー連邦最高裁判事が退任を表明し、ジョン・ロバーツが公認に指名され上院はロバーツの指名承認手続きに入らねばならなくなった。スペクターは病を押して司法委員長として 公聴会などの指名承認プロセスを推し進めたが、9月3日、ウィリアム・レンキスト連邦最高裁長官が死去。ロバーツは改めてレンキストの公認の連邦最高裁長官に指名された。スペクターは司法委員長としての役割を果たし、9月29日、ロバーツ連邦最高裁長官の承認にこぎつけた。10月4日には、おコーナーの公認として、 ハリエット・マイヤーズが指名された。だが、マイヤーズは指名を辞退し、10月31日にサミュエル・アリートが指名された。このことにより、スペクターは再び指名承認プロセスに大きな役割を果たすことになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。